近年、日本では、12隻の、総、竜型潜水艦計画にのっとり、すべての建造が終了しました。最後の11番艦桜竜と12番艦桃竜は、リチウムイオン電池を搭載した潜水艦となります。そして、静粛性は、世界ではトップと言われています。では、その中国の原子力潜水艦が、奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。日本は通常動力型潜水艦しか所有できません。しかし、リチウムイオン電池の進化によって、通常型よりはるかかに優秀と言われていた原子力推進型潜水艦より上回る性能を手に入れることになったのです。つまり、時代がもたらした画期的なテクノロジーの進歩の恩恵を受けたと言えましょう。ただし、日本の技術力もまた、諸外国とは違って、ぐんと向上しているのです。そういえば、オーストラリアは、自国の潜水艦建造計画のコンペの際、日本やドイツの案を捨てて、フランス案を取りましたね。しかし、こうなってみると、フランスより日本案を選択すべきだったと、後悔しているかもしれませんね。フランスの計画が進んでいないということもありますし、中国もまた、尖閣諸島の周辺に潜水艦で接近しているという話もあります。海底では、どんな行動をしているかは、地上からはわかりませんが、海底と空、海上から、常時潜水艦の動きを見ているのです。2018年、平成30年、1月、宮古島と尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本の領海に侵入していた中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦については、写真もほとんど非公開で、形状も不明でしたが、中国国営テレビの映像の中に、しっかりと、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、黄海と渤海で行ったというミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を放映しました。その映像の中には、他の艦艇とともに、093B 型原子力潜水艦が含まれていたらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが 093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらは、2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦です。比べてみると、一目瞭然、そっくりですよね。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セイル、海後方の付け根にあるミサイルを収める、台形状の膨らみです。また、十字の形をしている方向舵の上に、何かの構造物も見えます。こういった特徴を今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と同じと思われます。といっても、093B 型潜水艦、G 型を含むは、2015年以降には、複数が就役したそうですから、果たして、これが接続水域に侵入してきた潜水艦と、全くの同一艦か違うのかは、依然としてはっきりしません。では、最大の疑問とされている、中国の原子力潜水艦は、なぜ浮上したのか、です。推理していきましょうか。事態の推移を説明します。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦と第5航空軍所属の哨戒機 P-3C が、
沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に潜航している潜水艦を確認したそうです。接続水域というのは確かに公海ではありますが、領海に接しているので、その国が一定の権限を行使できる水域でもあります。その前提のもと、海上自衛隊はこの潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になると、追跡されていた潜水艦は尖閣諸島、中国名は長魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げたことを海上自衛隊が確認しました。今更ですが、尖閣諸島は日本と中国が領有権をめぐって対立している当初です。日本領ということ、中国が頑強に否定し中国領と主張しているというのか、正しい状況ですけどね。自国のものと思い込んでいるからこそ、その付近を中国艦船がうろうろしているというのは、中国にとっては当然のことなのでしょうね。自分の家に土足で踏み込まれたようで、とても不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺五天氏は、1月15日、この中国の潜水艦は、小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表しました。小球は、新型の攻撃型原潜で、長さ110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと見られます。また、長い射程距離の巡航ミサイルも搭載できる原子力潜水艦ということですから、かなり高性能な原潜ではないでしょうか。さて、本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、なぜ公海で浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦が一番重視するのは、ステルス性、隠密性発見されないことというのは当然すぎて、言うまでもありません。自分の存在を知られないように、極力発生する音を減らすことも、建造には求められる要素です。もちろん、乗組員たちの歩く音でさえ、神経を尖らせるはずで、そこまでして自分がいることを隠すのが、潜水艦の使命でしょう。にもかかわらず、あえて浮上して、自分の存在を明らかにしたという不自然さに、中国国内では、様々な推測が飛び交ったようです。海外メディアの分析によると、小球原潜が浮上し、国旗を掲げた理由は、二つあると見ています。一つは、日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二つは、日本の海上自衛隊に追跡されたが、逃げ切れなかったので仕方なく浮上して、身元を明かしたという二つです。実は、沖縄を含む日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国がアメリカへの防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続いているラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると思われる海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最重要ポイントを捨てて、わざと存在を公にしたのだということかもしれません。中国は、こうして監視行動を行っているんだぞという脅しの意味もあるのかもしれませんね。アメリカに聞くかどうかは別問題ですが。しかし、こういった事態に、中国国内のネットユーザーの一部から、多くの批判的な意見が湧き上がりました。その意見を紹介しますね。日本の潜水艦に、2日間も追跡されたて逃げられなかった。いうことは、
我が国のオトモンが完全にバレてしまっただろう。言うなれば、パンツまで見られてしまったようなものじゃないか。ここまで日本にしてやられるなんて、昇級は本当に最新の源泉なのか？オトモンというのは、それぞれの潜水艦が発するスクリュー音のことです。潜水艦によって異なるので、潜水艦の指紋とも言われます。ということは、オトモンのデータがあればどの潜水艦なのかが、すぐ分かってしまうのです。他国の領海を通過するときは、浮上して国旗を掲げて、所属を明らかにしなければならないが、公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げる必要はないはずだ。あそこは公海だったのに、浮上したり、国旗を上げてしまったというのは、尖閣諸島を日本領と認めてしまったことになってしまうのではないか？新型のはずなのに、浮上させられてしまったとは、全くもって情けない。我が国の潜水艦のデータ、つまり、すべての行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題ではないか。国防にも関わることだ。日本の潜水艦に追跡されて追い詰められて浮上したとは、白旗を上げて降参したようなものだ。情けない。日本の対潜水艦能力は世界一と言われている。追跡されて我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらの攻撃力が低いことを認めてしまった証になるのではないか。つまり、日本の艦船に強制送還させられても受け入れたというわけか、などなど。かなり厳しい意見がありました。中国が経済大国の誇りをかけて建造した最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦。その源泉が、軍事力では見下していた日本の通常動力型潜水艦に浮上させられたことに、多くの中国国民がプライドを傷つけられたと感じ、疑問と不満を覚えたようです。言うまでもなく、中国は世界第2位の軍事大国です。そのパワーで、じわじわと日本に圧力をかけていたはずですが、自慢の源泉に、足をすくわれてしまったことで、中国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。